ああ、おかっこいい、ほれちゃ。あ、来てるよいるよちょっと、うーわ高っはははははそうなっちゃうんだあーちょっと規模がでかすぎる少年の規模では測れない <laughs> はいどうも、アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。 見ていくのは逃げ上手の若君第5話見ていこうと思います <laughs> はいというわけで始まりました逃げ若ですね今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれどもさて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 えーなんた今回で第5話になるわけなんですけれども小笠原貞宗との鬼ごっこが始まっております貞宗が想像以上にやべえやつかと思いきや想像以上に歴史的にすごい人でしたあーこの作品は侮れないですねもうなんか歴史上のことをやってるからこそなんかぶっ飛んだキャラのように見えて歴史ではすごい偉人で みたいなちょっと味付けが濃いっていう感じになっていてまあしまうのかですよねかなり戦上手な小笠原相手にまあかなりね若さもハイになってるものの逃げるだけでどうやって相手を取るかっていう話なんですよねそれこそ弓戦になったら間違いなく小笠原の方が有利だと思うのでとはいえタイトルが犬王の決着ってことなのでどうなるのか注目していこうと思います 見ていきましょうよーいスタートいきましょう。さていきなり始まった。さて何これうん。すっごい範囲になってるあと5点メテの頭すっごいな。ねえ。2本か さあ、でも徹底的に邪魔をするって言ってるもんね。犬を狙うなら。さあ、呼んで。わおわおわお全く聞いてなくない話。さあ、めちゃめちゃ、う、う、馬が。いいのかないやあ、なんか光がなんの光 さあおう逃げながらの射撃どういうこと意図がある逃げながらの逃げるっていうことに転換するってこと頭の中で。おなんだ晴れた。 うん。うん。サダマネだけが四角にいるからね。え、でもこれひっくり返るとかないよね体勢を入れ替えるとか。そこで四角に入る。うわ、うん じっとおしひねり。でも、うわ、うわ、なにそれ。マジ、うわ、喉逃げながらなら何でもやれる。首に点 すっごっうんあ,あ解説役森高さんすごいなねえバランスがすごいねしなやかだねえお何 え何なんて呼ばれんのさあもう一度定めで <laughs> さあ飛んでこう飛ぶわざの名は ちょっと、なに、そう。わおかっこいい。うん <laughs>。うん。ええー、そんなのあるの。<laughs> 逃げながら撃つやり方があるんだ。 わお逆転もう手出せないじゃん、じゃあ。小笠原。諏訪にも。わおかっこいい惚れちゃうあははは。<laughs> そういうところがいいね、ちゃっかりと。あな何え、何ドラクエ始まった何逃げながら逃げながらに。 逃げながら。いっぱい選択肢がある。うん。手出し禁止。まあでも。北条が出ないと。あ、ここにいるあ、それ、各所、危ないあはははは もう全部出るよ、そろそろ目が。うん。うん。うわ、美しい。ねえ。気づきそう。そんな気づき方。うん。やばい、逆にか逆にね。 なるほどねえうんなるほどねご飯食べてるうん わーお、逃げ行くさ。わーお、もうアバンで決着ついちゃったね。チックな歴史通り。いいねー。さあ、こっからの展開だよね、でも。小笠原がどうするか、貞宗が。展開としてあるのはさ どうなんだろう一応あるかなって思ったのは、ねえ、時きの矢に、なんか魅了されるかなんかで、直接死になってくれるっていう展開はワンチャンあるのかなと思ったけど、なさそうだな、この感じだと。近くで見定めてやるってなって、なんやかや付き合いが多くなっていくのかな でもそろそろ多分、サダムネは目が全部出るぞ。<laughs> 今回過去一出てたからね、もう。5分の4出てたよ、多分眼球が。こんだけ濃くても歴史的にはもうとんでもない偉人っていうか、すごい人なんだもんね。とんでもない味付けの仕方をするよね。プランエすごいな、でも。 時行の弓の技術もすごいね。うーん、でもやっぱり伊達にいいとこの子じゃないんだな。うん。お。卑劣の技。お。面の子。うん。追放。 金以外あーなるほどもう原波なるほどそんな男の子が金以外を信じるようになるとさてあや子ちゃん <laughs> 重労働うん まあそうか。なるほど、なるほど。頑張れ、頑張れ。うん。あ、来てるよいるよちょっと。あ、お <laughs> なんか、笑,笑顔<す>。<laughs> 心が強え。おまた あ解説うん何マジまだ逆続化うかも決まってないのにうーん わおやっぱ滋賀にもかけん取られちゃったね結構そうか戦させようとしてるのかうーん 若さも複雑だはいはい雑用うんねえ徐々に徐々にうん お現バカ盗人忍びかあらちょっと魅力的うんマジそうかでも臨時さえなければ。 はははいはい、はいなるほどでもこううんもうあわあばしてるなるほどなるほどせいだか合わせ飲む うん。わーお。お変装してる耳が出てるけど。気境ヶ原。もうじゃあ先回りされてるかもしんない。つかまれてる。あら。あ、あ。 うん。さあ。お<あ>現場やば <laughs> なになになに <laughs> あやば,いやばい、鳥すらもはやっえ全員忍びいいんじゃない誰うん、すごい。ああこけこっこうまで。えそんな え何、どういう拒否反応、うん、あ,あ後ろだ怖っあ <laughs> <laughs> 逃げてる <laughs> あ,あ多分つけてたんだろう わお、ばれてる。やばいな。まずいな。そうか、そうか、聞いてたからか。し、おの。わお、盗んでる財布というか、カエルがいるけど、一匹。 うわ高っもんもんもカエル許してあげて。がまぐじだ。あ、うん、金おなんだまあ、ふっかけてるのもあるな。 試しウわあ払えるわわ悪い笑いえ国んうん。 あ、た、確かに。あはははははそうなっちゃうんだあーらーやばいちょっと規模がでかすぎる。<laughs> あの、少年の規模では測れない。<laughs> スケールが違うな、見てる。あ、ゆっくりゆっくり。まあ、そうね。世界の半分くれたって言われたら拒否するもんな、とりあえず。うん。 うわっ確かに、ま、前金だと多分500だなそうね <laughs> うわわわわ天使たくま 変した悪魔。どっちも悪魔だけどね。<laughs> なんか悪いようでいじられキャラ。うん。ボン。うん。お、ね、すごいすごい、目がすごい。<laughs> じゃあ,あ、条件はいはいはいマジマジこのかっ忍びの格好 <laughs> このこの髪型 <laughs> …あざとくないか 新しく見たねそれ怖いよねあ,あそうかまあそうだねうんうわそうね地味によりしげな後押しがでかいな うん、うん、そうか俺の技あーすごいウキウキしてるさあでもどうする気なんだろうなんかおとりにするとかそういうラインもありそうだけど 逃げ上手見てるあーすごい電車上がってる電車上がってるあ <laughs> あいや、多分、こういう刺激に多分、あんまり慣れてないっていうか、飢えてるんだろうな。うん。うん。いや、なんか、こういうところいいよね。 人に責任を全うするわお、wow、うん怖恐怖はいはい。うん すーごいあ、もうそりゃあなるね。逃げるね。そりゃ逃げるわ、みんな。<laughs> もうしょんぼりしてる若さま。うん。ここ動くな。おあ、びっくりした。笛鳴らしてんのかと思った。ホラーガイとか。さあ。 見られた裏切ったあこれ違う変装だ出てる出てる出てる かわいい <laughs> すごい。<laughs> 燃えどころあ <laughs> すごいね変装技術が。うん。へえそういうことか。 うん。うわっ聞いてるなんだこの男 聞いてんのこれやべえ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 耳終わりの早いとことですね終わりが早いことですね はい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 ああ鎌倉スタイルが終わってしまったちょっと待って。 はい。というわけで、見終わったわけなんですけれども、すいません。ちょっとエンディングが <laughs> カットになってしまいました。アマプラの自動再生がオンになっておりました。大変失礼いたしました。ということで、えー、小笠原間の夜ということで、まあ、臨時を盗むために小笠原との第2ラウンドでしょうね。なっていくんじゃないかな、というところで、ま、あスケフサだっけあの耳のいい人もいるし、結構まずい状況ではあるんじゃないかな、というところ。敵中に気づかれること自体がかなりまずいから、そこでしかも長寿丸が来てるぞってなったら、ね、付ける隙を与えかねないから、どうやっていくんでしょうね。まあ 2ラウンドと今口でも言ったんんだけどそんなことにもならなならそうな雰囲気がある夜だしねしねかもも夜目が効くタイプでもないだろうだろってサダムネは、うん、なかなかに微妙なところではあるんだけど、まあ冒頭のね、パルティアンショットはめちゃめちゃかっこよかった。もう時行き様のこのバネにはでもさ、すごいバネを見せてたもんね。体柔らかかったし、その、この子供特有の関節の柔らかさだったり、この柔軟性からくるパルティアンショットはめちゃめちゃいい。うん。なるほど。ローマでそういう手法が目立っていたんですね。 ああ、いいな、いいな、いいな。すごいワクワクするな。逃げながら戦える。で、これからも逃げながら戦うカードみたいなものをいっぱい作っていくよっていうのが、よりしげのもくろムではあるわけだよね。 ああ、いや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 。さあ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 、次回どうなっていくのか。ま、あ流れとしては、現場捕まるよね、この感じだとね。現場捕まって、こう、打ち首になるかってところで、時々様が命をかけて助ける。そういうことで、裏切るかもしれない俺のために、こんな命まで張ってくれたっていうことで、忠誠を誓うことになるんじゃないかなっていうふうに思う。もう、時々様、時々様っていうふうになるんじゃないもう完全に勘落ちする可能性があります。時々様好き。もうその忍者服が超可愛い。お下い申し上げます。すまぬ、父上。 俺は俺の忠義で行きますみたいなそういう感じになりそうな雰囲気はあるよね。いろいろトラウマとかもありそうなところではあるんだけど。でもいいよね。こういうさ、少年漫画的絆の作り方も、またやっぱり暗殺教室とかでもあったじゃないですか。なんだっけヤンキーの人。あの、テラサ 寺坂とかもさ、最初さ、渚くんのこといじめてたじゃん。でもなんやかんや、渚の凄さを認めて、結構絆が出来上がってくるみたいなところだったり、かなりね、いじられキャラになったり、いいキャラしてるところを見せたから、多分現場がその役割なんじゃないかなっていう風に思う。うん。でもそこら辺考えると結構王道だよね。ぶつかりながら絶対絆ができる。だってオープニングエンディングにいるんだもん。当たり前じゃん。 もう完全に仲間になるのは決まってんだもん。オープニングエンディング見ちゃったから。あーい。や、でもかなりさ、時行様の器の広さが、ちょっと明らかになったよね。結構さ、毒だと思うよ、現場って。仲間に入れるのは。でも、もうなんか人として見てるから、相手を。もう信頼しよう、信頼しようってなって、すごい。可愛かった街でこの、ワクワクしながら、こういう体験もできるんだ、みたいな。結構刺激に飢えてる説はあるよね、時行様 <laughs>。あでもいいなーなんかお金でいいんだ、みたいな。 国じゃなくていいんだみたいな。やっぱり特権階級は違うぜみたいな感じで素晴らしい。うん。でもどっちにするかだよね現場もね。うん。なんだっけ ?500 巻 ?500 巻にするか、それか、国にするか。だから成火級で国をもらうか、ひとまず前金っていうか、とりあえず目の前の500巻もで終わらすっていうところでもある。うん。いやー、どっちにしようかなっていうところでもあるけど、まあ、よりしげ様が言うなら確かに裏切らないんだろうな。うん。なんかそれ安心感もあるね。これ絶妙な だなすごいよく考えられてるうん結構厄介でなんか冷静に考えたらこんなの入れるのまずくないみたいな裏切り者の象徴じゃんみたいなねえ金しか信じないって言って完全に裏切る気満々な相手を信頼できなくないって思うけど頼重が言うならもう信じるしかないわけですよね うーん、すごいうまいところついてくるなっていうところ。うーん、かなりね、今の段階では現場のイメージはね、あんまり良くない。普通の少年感はすごい強いけど、いざとなったら裏切れる準備は常にしてると思うんだよ、こうなると。うん。自分が死ぬくらいなら、やっぱり時々様売って生き延びるっていう展開の方が丸いよねっていうところで、だからこの危険な、このサダムネのこの屋敷に忍び込むっていうところも結構危険な任務だと思うけど、最悪時々売っちゃえばいいからっていう保険としてついてこようとしてるわけ。責任者としてついてこいじゃないの。いざとなったら ととしてててついてこさってるだけだけ思うからそう考えたらね結構抜け目ないところもあるのであんまり信用していいのかなっていうところではあるけどオープニング・エンディング見てっからオープニング・エンディングでは仲間になってっから。 もう当然、オープニングエンディング見て、なので、まあ、信頼してもいいのかなっていうところではある。うん。まあでも、どうなるんだろうなスケフサ。うん、耳のいい人もいて、第2ラウンドって言ったものの、長寿丸だってバレていいのかな、忍び込んだのが。それ結構まずいよね。うん。長寿丸が忍び込んで臨時を盗み出したのだって言われて強制捜査のきっかけになったりしないかな。そこもちょっと怖いところではあるのかなっていう雰囲気なので、うん、どういう風に丸くしていくんだろう。完全にでも逃げ回るっていうのは確定だよね。騒ぎを起こしておとりになって逃げ回るから、 現場君は逃げろっていう風にするるののかなでもその可能性はあるよね全部バレたっていう風になってさあさあさあ本格的にまずいってなったら多分間違いなく若様がおとりになるやっぱり王としての器じゃないけどやっぱり将としてやっぱり味方を生かすために自分が生きるんだみたいなことをしそうな雰囲気はあるよねうん逆に <laughs>。 その上多分大人数だから多分テンション上がると思う。うん。ニコニコで多分逃げると思うよ。あー楽しい鬼箱だみたいな。もういっぱいいるいっぱいいる耳のいい人もいるよみたいな。そんな感じになるかもしれませんねっていうところだし。サダムネがさ、冒頭で負けたのにさ、また出てくるのもいいよね。なんかやっぱりさ、松井先生のいいところってさ、魅力的なキャラを使い捨てないところがいいよね。後でまたやってきたりとかさ、まだ敵でいるんだみたいな。でも敵でいてくれることが嬉しいみたいな風に思ってしまうくらいサダムネは魅力的なキャラクターだし、歴史的にもすごい人だから、簡単にポイ するのもねもったいないもんねあーいやどうなってしまうのかとりあえず祈う者は勝ったわけだけど第2ラウンド小笠原間の夜ということで次回どうなっていくのか楽しみにしていきましょう以上げかでしたババイバイ <laughs>